養鶏場では道の職員によって殺処分が行われています。高病原性鳥インフルエンザに感染した鶏が見つかったのは厚真町の養鶏場です。昨日午後5時ごろ、鶏が120羽死んでいると道に通報がありました。今朝遺伝子検査を実施したところ、高病原性インフルエンザであることが確認されたということです。感染が確認されたのは今期全国で初めてとなります。これ以上の蔓延の防止に向けて万全の体制を整えていただくようお願いいたします。道はこの養鶏場で飼育している食肉用の鶏およそ1万9000羽の殺処分を決定しました。また周辺の半径10キロメートル圏内の鶏の移動や搬出を制限するなど防疫体制を強化しています。